井上忠史志志郎井上忠史志志郎4月30日から1959年3月18日は、明治後期から昭和前期の工学者、政治家、工学博士、貴族院試着議員、熊本県出身、熊本藩呪学者、岡松亀谷の4、男として生まれ、井上武史の養子師となる、1895年4月5月、 養父の死去に伴い死釈を就職。東京婦人城中学第一高等学校を経て、1899年7月、東京帝国大学高科大学最高野勤学科を優等で卒業し、銀時計を授与された。さらに大学院に進み、同時に高科大学講師に就任。1900年2月、東京帝大高科大学助教授に進んだ。 1901年9月、最高夜金額研究のため留学し、ドイツ、アメリカで学んだ。1906年12月、大阪高等工業学校教授に発令され、1907年4月に帰国した。1908年2月、本務は京都帝国大学理工科大学教授となり、大阪高等工業学校教授を兼務した。 1909年5月、工学博士号を取得。1910年10月1日、貴族院死釈議員補欠選挙で当選し、研究会に属し1946年5月9日まで、在任した。1941年に、貴族院の永年在職議員として表彰された。1912年8月、東京帝大工科大学教授に転じた。 1920年9月、同教授を休職し、1921年5月、伊岸面本館。1919年12月から1922年7月まで、安山製鉄所長も務めている。1925年8月、海軍政務次官に就任。1926年6月、第一次、若月内閣において、戦国三つの公認として、 鉄道大臣となり、1927年4月に、同内閣が総辞職するまで在任。その後、1942年1月、新設の内閣技術院員総裁となり、1944年12月まで、務めた。終戦後、1946年9月に、公職追放となり、1950年10月に、解除された。その他、 帝国鉄道協会とその、後進日本交通協会の会長を1938年2月から、死去するまで21年余り務め、さらに、東京クラブ理事長、通商産業省顧問、日本技術士会会長などを歴任した、井上忠志志郎。ありがとうございます。